照らす海洋生物の新しい光を見に行くというタイトルで2日発表します。まずですね、私研究に興味を自己紹介をしたいと思います。何に興味があるのか、研究しているかというとですね、光と生物の関係というところがあります。で、もう少し細かく言うとですね、生物が何を使えるかということに、昔から興味があって研究を進めています。今、メインで、研究を行っているのは、光を出すバクテリアの発光細胞と光エネルギーを利用する、ロドキスの持つ、バクテリアです。これ、この2つをメインで行っています。あと、もう少し、ね、自己紹介をするとですね、これ、ジョージアン高校という写真ですが、まあ、光と色に見せられ、かつなるべく日夜修行に励むように暮らせば微生物の研究を利用する人、現在は光を利用する微生物を探すという実証、光微生物の判断、絶対疾患を働くというふうに、これは、去年、学会でしたが、自己紹介をしましたが、もともとは、絵を描いて、趣味で絵を描いててですね、まあ、本当に色が好きだったかな。例えば、絵の紹介をするとですね、これ10年以上前の絵でこれ渡したんですけど、まあ、こういう大きい絵を描いたんです。で、この時はたまたま、某人間のミュージシャンが、この絵を CD ジャケットに使っていたと言われたんで、まあ、使った、いいですよって言って使ってもらって、まあ、発売日の渋谷のカワレコードを言った僕と宣伝しました。今はあんまり絵を描いてないんですが、これ2年ほど前に出た環境と微生物の辞典、朝倉書店に書かれてた、まあ、微生物教科書なんですが、この教師に、私も書いたり、あとです、ね、この本全、全章の扉絵本を描いてるので、機会があったら、ぜひ見てください。この、表紙になっているこの絵ですが、まあ、なぜ表紙になっているかというとですね、これご存知の方もいると思いますが、古代インドの中間、スカラをモチーフとして描いた絵ですが、これ地球、我々のその地球があって、それがどうも支えられ、亀がいて、エビがいて。で、古代の、人たちはですね、微生物の様子を知らなかった。ということで、私はこの微生物を発してですね、我々の地球に支えられた微生物だというのをこうアピールした絵になります。で、本日は、ですね、まあ、ロドプシン、微生物のロドプシンの話。皆さんロドプシンということはご存知だと思うんですが、我々の目の中にあるロドプシンです。ですがですね、我々の中にあるロドプシンと微生物型のロドプシン、構造は7回膜下の姿で発色が段として別なんです。と、同じ配列なんですが、発生は別の、まあ、独立に、出来上がった、機能だというふうにこのところ考えられています。で、太陽の、微生物の話になりますが、これはですね、地球上の太陽のクロロフィル濃度で、高いところ、低いところを表す。その緑色のところがクロロフィルの高いところ、青いところが低いところ。まあ、クロロフィル濃度が高いのはなぜかというと、植物プランクトンが多いからなんですが、まあ、これ植物プランクトンが多いということは、基礎生産量が高い。はい、青い部分は植物プランクトンが少なくて、基礎生産量が低い。はい、というふうに、呼ばれます。それでですね、これ、クロロフィル、植物プランクトンがいない海域はですね、光エネルギーを利用する生物はいない。まあ、だから考えられていたんですが、実はそんなことはない。ということが、徐々に明らかになっています。まあ、その代表的なものが、バクテリアを持つプロテオロドプシンと呼ばれる、遺伝子です。これバクテリア、これプロテオロドプシンタンパク質、これが ATP 合成法。まあ、光が当たるとプロテオロドプシン細胞内から細胞内にプロトン、排出します。それによって生じた、プロトン光合を使って ATP を合成する。このような形で光エネルギーを利用する。ただですね、光合成生物と違って二酸化炭素を固定して、体を作れないので、有機物を使って体を作ります。ですので光従属栄養性のバクテリアというふうに呼ばれます。これは新しい光エネルギー利用を通してですね、今、現在非常に注目されています。これいつ見つかったのかというとですね、2000年にサイエンスに報告されていますが、いわゆるメタゲノムですね、まあ、2000年なんでコスミドライトラルの人形を使ったメタゲノム解析で、太陽に最もガンマプロテオバクテリアグループである SAR86 というグループのバクテリアのゲノム断片からプロテオドプシン遺伝子を見つかった。で、この見つかったバクテリアがプロテオバクテリアなのでプロテオドプシン、
というふうに、されました。じゃあこのバクテリア、プロテロド菌のバクテリアが肺をどれぐらい存在するのかということでですね、その後の研究から、まあ、肺によっていろいろ違うんですが、まあ、13%から80%、概要に言うと表層、まあ、光が当たる海域に、まあ、水海にいるバクテリアの半数以上はプロテロド菌燃焼する現在では見積もられています、まあ、数が多いので肺をエネルギーフローを理解する上で非常に重要であると現在では考えられています。で、海洋生物の研究者が一体何をしているのかというとですね、ざっくり言うと、まあ、誰がそこにいて何をしているのかといったことをまあ知りたいと。あと環境変動の影響なんですね。海洋を酸性化したらどう、今の物質がどう変わるのか、温暖化したらどう変わるのかといったようなことを研究しています。で、1ミリリットル中に、海水にはだいたい15畳から16畳細胞のバクテリアがいるんですけど、これも皆さんご存知だと思います。安定バイスに海水を巻いているコロニーを作るのは 0.1% 以下だというふうに言われています、まあ、コロニーを作るバクテリアだけを対象にしていたのではよくわからないので、まあ、海水を0.1マイクロのフィルターで溶かしてそこに乗ったバクテリアから DNA、RNA を抽出してこれをアルファに配合する。そこが現在、主流になっています。それでこのプロテロドプシン、まあ、海洋メタゲノムの解析が明らかにした最も重要な機能遺伝子の一つというふうに言われています。で、ちょっとロドプシンの歴史をお話ししますと、まず最初、微生物型のロドプシンが見つかったのは抗塩環境に住む抗塩湖細菌であるハロバクテリウムというやつから、この紫色のパープルメンブレンと呼ばれる部分があって、ね、この中、これは一体何だったといって詳しく調べた結果、光でプロトンを排出するバクテリオロドプシン、光でクロライドを受け分泌に取り込むハロロドプシンというものが見つかった。当時このポサイトという分類がなかったので、あのポサイトを持つんですけど、バクテリオロドプシン先に名前を取られちゃって、後で見つかったバクテリオロドプシンバクテリアのロドプシンはこの名前を使えない。で、現在でもポサイトというロドプシンがバクテリオロドプシンというふうに言われています。で、その後ですね、バクテリアのロドプシンはですね、まあ、1970年代にプロテロドプシンがプロライドのバクテリオロドプシン、ハロドプロドプシンが見つかり、2000年にプロテロドプシンが見つかった。で、それ以降ですね、2000年代には、抗塩細菌を持つキサントロドプシンや、淡水性毒素を持つチャネルロドプシンなどが見つかった報告されている。で、これ、最初に見つかったバクテリオロドプシンと、これ、2000年以降のロドプシンの発見の歴史は何が違うかというと、まあ、基本的にバクテリオロドプシン最初に使って遺伝子配列が決められて、それ以降はまあゲノムを読んだり、メタゲノムやゲノムを読んだり、その実験先によって見つかっていく。じゃあこれ2005年以降、次世代シーケンサーがですね、NGS が登場して以降、どのようになっているのか。それが遺伝子解析が早くなって、遺伝子データベースや機能ミスの遺伝子がたくさん、登録される。でロドプシンも例外ではなく、機能がよくわからないロドプシンというのがデータベースにたくさん登録されています。で、今日は少し、それのどういうロドプシンが見つかってきているのかといったお話をします。で、最初に使ったバクテリオロドプシン、まあ、これロドプシンの系統ですから、バクテリオロドプシンのここ、センサリオロドプシン、これは光センサーですが、あとハロロドプシンがこれ、抗塩海洋。で、海洋環境からはポルテロドプシン、こちらも海洋環境から使ったロドプシン、これは淡水環境から使ってくるロドプシンですね。で、この今日は少しこの海洋環境から使ったロドプシン、これとこれのお話をします。まあ、結果なんですが、これは海洋性フラボバクテリアというグループで、見つかったロドプシン。このバクテリアはですね、ロドプシン2つに分けて、1つは光でプロトンを排出するプロテロロドプシン。もう新しく見つかったのは光でナトリウムを排出するナトリウム、モルタのロドプシン。これは NAR と命名しました。で、これ青い方が NAR で、でもう一つ、緑色の方の丸が何だったかというと、これも海洋性の、フラバクテリア、ズバクテリアです。で、これはですね、ゲノム上に3つのロドプシンがあって、1つはプロトンを排出、1つはナトリウム、もう1つが、光でクロライドを分泌するクロライドを分泌するということが分かります。まあ、これ、何が嬉しかったかというとですね、これ実際私が未来とい
した。あ、とりあえず。で、よかったのは、さらにこれは新種でしたので、名前を付けてつけた。さらにゲームモードに出たら、新しい遺伝子が来て、まあ、自分が取った株で名前を付けて、新しい遺伝子に名前を付けられた。まあ、いろいろ海洋微生物の研究の醍醐味がいろいろ伝わっています。それで、現在ですね、海洋細菌から見つかっている毒性3つです。光でプロトンを排出する、この光でナトリウムを排出する。この光で出したイオンがどういうふうに使われるかっていうのは、まあ、細かくは分かっていないんですが、まあ、海洋細菌、海洋のポンプに存在するプロトン、ナトリウムは、これらのイオンをですね、巧みに使えるわけでして、まあ、太陽光エネルギーを受け取っているといったことが明らかになってきました。